あよー、さあ始まりました、さくらよしのセンスを磨け。ハローいいね、夏ですね。はい、でも4月になったということでね、サマーが始まりました。サマーですね、はいはい、そんなサマーにぴったりの曲用意しました。水蓮花オリオンビールですかね、僕今日。あ、もうぴったりだね、オリオンビールですね、沖縄っぽいから。もうちょっと全体映すっていうか、下目に行きます。水蓮の花涙、あなたはまま泣いていますか。赤に巻く季節が来た、やばくなれるのは誰誰誰誰誰誰俺俺 OK 夏のジャボリーレゲエスなハロピッペイクバルノリのカロリーめっちゃゴリゴリメルカンピッペイ灼熱のジャンボリー暴れまくったりさあ冷めないでサマグリー俺がまんまら行っちゃって夏バテ夏カフェ夏バレ夏バテまたこいつで決まりなサマーゲイ青くなれた気を笑う太陽あくれぬ希望結ぶく隙間に期待の風を連れて夢の種植えるため今知り出そう黄色いバスコ江ノ島方面透け込みやって今にいる人空への冒険って取り合って確かな思いを残さなければあなたの明日を食えがないからさ笑顔で祝いに行こうやってきたぜいい風青い空何やってもいいじゃねそんな気分で振ってフランクフルトにぎつくかけたのかいヒロムの熱茶も横まり、はいはい、記念に開実あら真夏のジャモリーレゲアスナーはビッグバンあらバルノリのアドビーめっちゃゴリゴリレッカモビーかあら灼熱のジャモリー暴れまくっていいぜI'm a man
正気確か眩しすぎて本当の笑顔見えなくなって空を見上げることを忘れ地面向きで自分にしてるんじゃねえ約束された明日なんてね当たり前なんて思ってるんじゃねえ朝が迎えに来る幸せ水面と共にハンダピラが流した愛があなたに届いていますか若き小さなこの涙笑い声になるまでなんだ人生という旅に入れた俺たちは後戻りはないいつの国かわからんように今まで流した涙の泉の探せ濡れたまんまで行っちゃった街だったまんまだしだったしずがつらす気がうーはいはい何だってじまったスターマンのしずがつらす気がうーはいはい目だった気だった街だったしずきぼろのままうーはいはい泣いて笑って泣いて笑って泣いて笑って泣いて濡れたまんまで行っちゃって濡れたまんまで行っちゃって濡れたまんまで行っちゃってはい、夏になると自然と電車が上がってきます。はい。そうですよね。イエッ。それで今日は夏の会ということでお送りしたいと思います。あ。どいて。あや。今日はもしかしたら背景夏のままのがいいかもしれないですね。ああ、そうですね。いいんじゃないか。今日はもう夏の会ということでね、なんか白い服着てますし、このまま行かせてもらっていいですか。はい。ということで、サマーボーイ。サマーボーイ。センス一番サマーボーイ。サマーボーイ大丈夫ですか。サマーボーイ。サマー来てます。サマーボーイ。今日ウィンター。今日ウィンターなんですか。サマーボーイ、ハルくん。よいしょ。気分はウィンター。え、酔っ払っていいですか。イエーイ。何オープニングやったら出たからなかったけどいやもう長すぎてえ長すぎてもうあ歌が長かったね今日ね確かに長めの歌だったね長めですねいやいいですよでもちょっと背景はちょっと海なだけでちょっとテンション上がりますねそうだねなんかそう今日夏っぽいですねみんなそうですねなんかみんな白を基調としてますよねじゃあ俺今日黒着てきたんだけどそうっすよねそう入り黒だったの入り黒だった真っ黒入り真っ黒だったんだけど今日ニコ生だよねって5時にニコ生今日夏の放送にしたいと思いますみたいなそうもう7月入ったんでね確かにだとしたらこいつ白いじゃんねこんなね俺真っ黒のスーツ着てるお前それじゃん絶対バランス悪いわと思ってあそれでマジでニコ生のことを考えて白にしてきたんですよ、オリオンビールですからねあそれは夏だこれちょっと一回いいですかオリオンビールちょ紹介してそれでもちょっと可愛いよね可愛いですよね可愛いと思うそれこれ僕あ先日地元に帰ってたっていう話をニコ生でやらせていただいたじゃないですか地元に帰ったメンバーで、はい、その時になんか地元の友達がなんか僕とあと兄ちゃんとあともう一人のその仲がいい人の3人になんかこのオリオンビールのなんか沖縄のお土産でもらって、一応お揃いなその3人めちゃくちゃいいじゃん、はい、普通にこれ夏なんか色味めっちゃいいし可愛いなお前その淡麗バージョンタンレー、タンレー、糖質何パーセントオフ70%オフ70%オフあの缶のやつさ、デザインそのまま T シャツにするってなんか可愛いんじゃないかなって今こいつのやつを見て思って可愛いですよね、多分いやでも俺カロリーのカロリーカロリーが好きなんだカロリーって結構可愛いってます可愛いんじゃない、カロリー今年も白浜行くのって来てますよ来ますよいや夏ついに夏っすね。春なんかもう売れてからなんか僕なんか誘わないでくださいよもうみたいな顔してるから誘いづらくて海行こうなんて言えない。それはひどい。海行こうって言ったらなんかいやお客さんがとか言われたら日にはもう傷つくから。行きます。そうかな毎年やっぱりこうなんか売れ
まだ売れ悩んでる子を連れてってあげた方がいいのかなとか思ったりとかね、するじゃん。いや、俺マジで、うん、いや、去年の夏が人生の夏で一番楽しみすぎて、はいはい、いや、本当に俺夏楽しみにしてたんですから。あ、そうなんだ。いや、マジで。いや、だからマジ楽しみっすよ。あ、そうなんだ。じゃあ行きたいね。本当、いや、マジ行きたい。本当に楽、それぐらい、こいつがこんな興奮するぐらい楽しい夏を。いやいや、それを、僕はもう心待ちにして、やっと8月が来たーい。いやいや、初夏だもん。初ですよ。初夏だもん、何回かもう、ね、あの、このニコ生でも話してますけど、東京で初の夏を、なんかセンス東京といえば夏みたいな。いやセンス初夏ですよ、僕。そうですよ。いや、さくら勇士といえばもう夏みたいなとこあるじゃないですか。間違いない。ありますね。冬もサマオじゃないですか、うん、まあ、冬は冬でね、うん、まあ、スノボ。いや、でも人生で一番楽しい夏だと思う、マジでにしたい、本当に。いや、マジで多分なる、絶対。いや、俺本当に、いや、今まで俺何やってたんだろうと思ったもん、うん、だからもうセミみたいなもんだよね、やってたから本当にね。いや、間違いない。夏終わったらまたなんかこもってる感じだね。マジなえる、秋とかマジなえる、うん、そうです。もう本当にそれぐらい楽しい。僕らはセミだっていう、うん、本当にセミだよ、僕ら。いやー、マジで楽しかったわ。いや、今年もマジ楽しみですね、本当に。なんかあるんですか、ゆうさん、今年の夏はの、なんか俺、あんまり予定立てるタイプじゃないんだけど、ちょっとなんか予定立てたいなっていう、今年に関しては、うん、じゃあもう、この休みの日にはここ行こうね、みたいな。あー、大事ですね。そうで、なんかこう、人数もさ、前の年が増えてさ、なんかこう、なんかどうしたらいいんだろうみたいな。まあ、そう、俺がなんかチョイスしたら、なんかさ、なんかひいきしてると思われるみたいな。あー、そうですね。でも、みんな誘って全員来たら大変なことになる。いや、間違いない。ガイドになりますし。まあ、だからなんか俺の中でまあ頑張ってる子だったりとかをやっぱ連れてあげたいなと思うな。まあ、どうしよう、呼ばれなかった。まあ、話誘いづらい、誘いづらい。いやいやいや、なんだ、俺マジで楽しみにしてやん。オープニング出てこないし。オープニング、オープニングは、オープニング誘ったんですよ、オープニングね。はい、さあ、始まりました。桜井氏のセンスを磨けているんですよ、こいつね。そこにいたんですよ、そこに。で、あ、ハル、オープニング始まりますよ。ハルさん、ハルさん、いや、オープニングはいいよ。いや、ハルは、いや、オープニングいつも出てるじゃん。だから早くオープニングはいいよ。歌あるからいいですよ。だってすぐ歌、すぐ歌、センスを磨けで、まあ、夏のジャンボリー。いや、すぐすぐすぐ歌だから。いや、出ない出ない出ない、そんなもうあっちでも見てるのに。バカにしてんじゃねえよ。でも聞いてください、今日、うん、あの今日の放送、夏の回でいろいろサマートークしましょうって言ったじゃないですか、はいはいはい、これもう一個あったんですよ、あの候補が、うん、それがあの視聴者様の、うん、あのリクエストに答えて、ハルさんがずっとカラオケを歌う。それをどうですかってハルさんに一回言ったら、あのニコ生史上最大の視聴者数とコメントを叩き出すよ、うん、まあ、出ちゃうね、出ちゃうね。それはもうちょっともったいぶった方がいいかな。今日の夏の話でちょっと、え、今日の夏の話でしょ。今日の夏の話でしょ。今日はまだわしの方だ。まだ下手とかじゃないんだよ。下手とかじゃないんだけど、え、あのお客様の前で歌ったのは初めてなの。初めて、初めてだよね、多分ね。いいっすよ、もうそれはもう。いや、もういや、だからなんか別によくない。いや、いや、可愛くて、照れてるところがなんか多分、初めての前でビタ影を歌ったじゃん。ビタ影、いや、ない、ゆうさんも泣いてますよ、今。泣いてます、面白くて。もう、だって周りのお客さん笑ってるの分かったわ、俺。違う、笑って、俺なんで笑ったかって言ったの、なんか多分、恥ずかしいだろうなっていう。歌に、苦手っていうから、歌はあんまり歌ってこなかったから。いや、だからあんまり、これ一つだけ言わせてほしい。これ、これ一つだけ弁解あるんですよ。俺マジで俺人生でカラオケ、うん、マジで5回も行ったことない。だから俺で、だから俺多分練習したら上手くなるんですよ。いや、でもそれは確かにちょっと思う。いや、だって俺歌う時ってほんとラッソンぐらいなんですよ、うん、いや、入った頃に比べたらちょっとマシになってません？確かにね。そうそう、僕も思いますんで、なんか別になんか上から目線とかそんなんじゃないですけど。いや、音程が取れないとかじゃないじゃん、はい、いや、だから自分が別に下手なの分かってるんですよ。とりあえず1曲って来てますけど、どうしようか。しばくぞ。しばくぞ。いやいや、今日のリベンジしよう。いやいや、ほんとに。いや、なんか歌うじゃんね、なんか。今夜はピタカーゲ。すぐこっそり振る。いやいや、恥ずかしかった。いやいや、違う。あれ、ワンダメンコ。お前に歌ってほしいのに、女の子はね、お前に歌ってほしいのに、お前すぐこっちでやってるじゃん。ワンダメン交代でやってるから、いや、俺だってフルで歌いたいですよ。フルで歌いたいですけど。もう視聴者はもう期待しかしてないですけど、どうしますか。視聴者いいじゃん、お前ちょっと痛ったって。もう無理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 、ほんとにもうもう帰ろかな、ほんとに。いや、行きましょう。痛かげでいいですか。練習になるじゃん。痛かげでいい、
手加減。そんぐらい結構ね、あの手加減夏ですから、だって夏ですから自由に行きましょう。全然大丈夫今日は。ねえ、もうビーチに最悪だよ今日のイカマは。最悪だよ。ビーチにいますから。ラスソンだけっていうもったいない。ビーチで3人で3人で行きましょう。来た。3人で行きましょう。お、3人。あ、なんか今日のラスソンな感じでね。そうそうそう。だからジャン勝ちから時計回りですね。今日のラスソンな感じで振ってね、マイク。あ、さすが。じゃあいいっすよ。ワン、ツー、スリー。え、お前です。いや、待て者のやるわけないでしょ。そんなことを言われても結局愛なってないなら今夜は裸でよっとけよ。どうせ俺は一人がお似合いさ。もう終わったから慰めはやめてくれ。今夜は裸で。わからんぞ。私だろ。マラがムカつく。睨みを聞かとにかく気まずくしたくなる俺だらのやから。ここの時みたいにそのシナリオを逆を浴びるハリウッドな二人さ。悲しすぎる一人だとするなさすぎる映画の悲劇の広さ。とにかく君の笑顔を信じてた。俺がバカだった。死ぬまで一緒だよなんて言ってたのにさ。永遠なんてものあるわけないでしょ。そんなことを言われても結局愛なんてないなら今夜は見たかげ。どうせ俺は一人がお似合いさ。もう終わったから慰めはやめてくれ。今夜は見た影。うまいよ。いや全然いいっすよ。ほらもう。いや、んなうまいとかかわいいとか俺はね、そうだから自信持って楽しいんだけど、今日のそのなんか歌いながらすぐあのレンとルイが横にいたんだけど、一人でだったらいいじゃんね、別に歌いながら。もう全然今の100倍恥ずかしがってちょっとだったってね、ルイとかに振ってるところがかわいかった。めっちゃ、いやすごいっすよ。いや、もうこれいや、もうこれはショータイム、うん。いや、亀氏は本当に許してください。許してください。ダンスもだって実はすごいですもんね。そうなんだよね。ダンスもすごいあれだし、うまい。踊れるし、ほらもう。いや、ダンスはマジで踊れ。全然。だからダンスレッスン一発目でもう僕諦めてます。なんかそれこの動きでしょ。いや、これこれできない、これできない。これだから。それはもう練習したらできるようになるよ。いや、もう練習時間くれなかったっすもん、だって。ほら、うまいって言われてるよ。いやマジ調子乗るからやめて、本当に思い込んじゃうから。いや全然ね、歌ってほしいんだよ多分春にも、やっぱり。いやだから本当にこれはラスソンで、いやもう言えない、もうそう、ラスソンでしか聞けない、まあ、今日とりあえず俺はその春の横の席に座ってたんだけど、その春があの可愛くて笑ってた、その照れてるところが。いやじゃあ恥ずかしいんだろうな。本当にだってもう人生で本当に歌ったこと全然ないです。高校生の頃とか本当にもう、え、だからじゃあ今じゃあさ、いや別に嬉しい、みんなはさラッソン取っておっしゃと思うわけじゃね。で初めましての女の子がちょっと頑張ってくれていきなりラッソン取れちゃいました。その時気分どんな感じじゃん。マジかマジか何歌おうみたいな。マジかどうしようって。そういう時に歌うのがやっぱりピタカゲ。いやあの何歌おう。最近気づいたのは、あ、僕歌をまず本当に人生聞いてこなくて、うん、歌を知らないですよまず。だ何がいいって言われても俺分かんないんですよ全然。あ、歌がこの歌いいよねとかないと、この歌とか分かんなくて。お前ってさ、なんかさ海もほとんど行ったことないとかさ、プールも行ったことないとかさ、どうやって生きてきたのって思うんだよ。いやだから本当にいやそうなんですよ。いやいや歌も歌は生きてはこれますけどね。いや歌も歌わない、はい、夏にそういう遊びもしないで、まあね、何してたのって思わない、まあ、まあいやそうなんですよ。箱入り息子みたいな感じ。いやだから本当にもう中学高校部活しかしてこなかった。マジであれですよね、なんか食に対してもこだわりなさすぎて。よし話聞いたの。そう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 、とりあえず中華まんだったらあんまん、かき氷だったらメロンとかしか、お寿司だったら何でしょう、サーモン。サーモンしか食べないんですよね。そうマジで。おう10貫頼んで。いやだから俺東京電気初めてですよ。
俺中華まであんまん以外食ったの東京に来て初めてです。ピザマンの美味しさ知ったの高校卒業して東京に来てから初めてピザマンの美味しさを知ったっすから。マジであんまんしか食ったことなかった。すごい、ね、でかき氷のメロンもで俺メロンがめっちゃ好きなんですよ。好きな食べ物って聞かれたらメロンとスイカなんですよ。メロンとスイカなんですよ。で別にメロンパンもメロンの味しないし、しない、ね、かき氷のメロンも別にメロンの味しないんですけど、メロン好きすぎてパンもメロンパンしか食わない。かき氷もメロンしか食わない。で俺いちごミルクの美味しさ知ったの東京来てから。かき氷もでピザマンの美味しさ知ったの東京来てから。好きなものができるとそれしか食べないタイプ。そうなんです。本当に海も小学校で行ったきり。だ本当に中高部活だって1月1日も僕テニスしてましたからね。1月1日ってことはね、テニス相当上手いってこと。いやでも結構自信あります。結構自信あります。あのスポーツ行ったんですけど、なんかマジでなんかすごいですよ。かっこいいですよ。嘘。もうペーンみたいな、ペーンみたいな。あ嘘。もう真似できないぐらいの、ある程度なんか僕も結構スポーツ得意なんで、球技とかだったらそこそこいけるよね、戦えるよねぐらい思ってたんですけど、もう全然ダメです。いやまあテニスはまあさすがに負けないですけど、でも他ローラースケートがマジで本当に苦手です。でもスポッチャーみんなで行きたいですね。あのチーム分けて全部の競技やって。いやマジで楽しかったもんね。マジで楽しい。めっちゃ楽しいですよね。やっぱ本当にいろんな競技あるじゃないですか。バスケとかなんかそういう競技ごとにこれ勝ったらじゃあこっちなんか何ポイントねってポイント制で決めて全部やっていったんですけど、めっちゃ楽しい。いやめちゃくちゃ。まあでも今月あれありますもんね。あのレッツ、そうそうそう、フットサルがあるんですよ。先生、いやー本当に楽しみなんですよ。僕マジ楽しいです。お前何が得意なの？テニスやんないよ。いやでもフットサルですよね。あそう。いやもうキーパーノイヤー、ノイヤーです。あそう。キーパーグローブとあと髪、あ前髪長いんで髪止めるやつ、あと俺もうこのあのレクレーションの前にもう決まってんすよ。勝手にカモイカモっていうサッカーショップ行ってキャプテンマーク買おうと思って。キャプテンマークなんでだよ。いやなんかキーパーでキャプテンってことでしょ。いやめちゃくちゃかっこよくないですか。キーパーかっこいいです。であのまあ俺らからこうやってる側からしたらなんであいつ勝手につけてんのじゃないですか。ああでも街を歩ってる人から見たらあの人キーパーでキャプテンみたいな。いやいや街その状態で歩くな。マジみたいな。キーパーの手袋つけて歩くな。俺キーパーグローブつけてあの ロンティー、やっぱキーパーロンティーなんで、あれ聞いて俺行きますからね。キャプテンつけて、そうキャプテンマークつけて街歩くの。アディダスのキャプテンマークつけて。いや多分街歩くってかあれじゃない。あキャプテンなんだ。いやいやそこじゃねえだろお前。思うとこお前そこじゃねえよ。街の人思うとこそこじゃねえよ。あキャプテンなんだあの人。あキーパーでキャプテンなんだと思われたい、思われたい。でもマジであのキーパーわらわらわらって書いてる人いますけど、ハル、さんめちゃくちゃキーパーうまいっすから。いやいやね、僕サッカーほんと経験してたんですけど、マジで本当にそこら辺のやつより全然うまいっす。いやあの僕サッカーマジ苦手なんですよ。ボールが宙に浮かないんですよ。あのクリスティアーノ・ロナウドとかって無回転シュート打つんですよ。あれでつま先で蹴るんですよ。つま先で蹴って無回転打つんですよ。そうなの、違うよね。違うよね。まずそもそもそこは違うよ。トーキックじゃないから。誰に教わったの？インステップでど真ん中をインパクトしたり。マジで？俺トーキックで行くとなんか無回転ってサッカー部に言われたの。まあそれもありますけど。それもあるけど、あいつはあのクリスティアーノは違う。でもトーキックだと無回転打てるよね。どこ、まあどこでも打てる。いやちょっとがっかりだよクリスティアーノ。実はトーキックだったらちょっとがっかりだよ。サッカー好きからしたらちょっとなんか。でも俺トーキックしかできないですよ。だから俺もうキーパーでもこうもうトーキックして地面這いつくばるようなもう宙に浮かないですよ基本的にボールが。なんでサッカー下手なんで、あーごめんね俺キーパーやるよって言って小学校からずっとキーパーやってこなかった。本当に。だからキーパー手使えるしなんかいいなと思って。なんかホスピタリティを伺いますよねその頃からの。ハルさんの人間性というか本当にもうごめんね。でもなんかサッカーやろうって言ってキーパー好きなやついると俺的には結構嬉しかったな。いやわかります。あキーパーもういるすでにみんなが嫌がるポジションみたいな感じじゃんね。一番好きでしたけどね。だってなんか手使えるんですよ。でキーパーでも活躍できるの PK の時だけじゃん。いや分かんないけどね。だからあの基本的に攻撃してるとき何もしなくていいじゃないですか、それがいいんですよ。後ろからこう「おーい!」っつって言って、まあ、メンタルですよね。あとキーパーだって攻撃してるときにキャプテンマークつけてこうやってやっててみたいな人街通る人「あああの人キャプテンか!」なるじゃないですか。ああすごいなっつって思われたい街の人から。街の人から思われたい。いやでもなんかいいですね。スポーツ結構得意な人多いですよね。まあそうだね。運動神経いい子が多いかもしれない。ゆうさんとかも本当うまいっすもん。いやいい。なんか僕思ったんですけど、この間したじゃないですかフットサル。はいはい。した時にまずなんかここにいてほしいっていうところに、まあディフェンスでよく活躍してたんですけど、
ここにいてほしいっていうところにパーン行くんですよ。で相手チームのなんかフットサルのなんか公園みたいなところでやったんですけど、その時になんか高校生ですかね、いや知らないね、知らないチームと勝負したんですけど、あの人いつの間にかいるんだよねってめっちゃ言われてるんですよ。そうなんだ。いやそう、俺もそうなんだよねって思いながら。いや俺もでもハルと一緒で、俺も攻めできないの実はサッカー足元弱いから。なんか頭の中ではこうしたいけどできないみたいなのあるんだけど。いや分かってるんですよ。でもなんかこうディフェンスだったらさ、相手多分ここに蹴ってくんだろうなを先読みしてディフェンスはできるわけよ。あとなんかこう詰めてきたやつにちょっと体当たりしてディフェンスはできるんだけど、攻めができない。いやでもこれでもしですよ、あのサッカーの業界で小学校3、4年から小学校6年生中1ぐらいまでゴールデンエイジっていうんですけど、ゴールデンエイジってその年代はその足元の技術が一番身につく、はいはいはい、その時期にドリブルとかリフティングとかもうパスとかしなくていい時期なんです、指導者的には、はいはい、そのゴールデンエイジにもしもゆうさんが足元磨いてたならばっていう考えたら脅威やなと思います。この間これからっすね、これから今ゴールデンエイジっ す、いや今ゴールデンエイジは28だよ。今からっす、今からっす。いやでも楽しみですね。楽しみ。いやマジ、あれチーム分けとかもう決まってんすか。もうリーダー決めてトリッチみたいな。まだ決まってないんじゃないかな。ちゃんと決めたい、ちゃんと決めたいよね。いやそうですね、バランス役、うん、だ経験者がキングとハチさんですよね。いや結構ランとかもランいるっすよね。だら俺らはだから同じチームになってんじゃない。攻めと守りとキーパーいるやつ。ああいやもうなんかめっちゃ強いじゃんみたいな。いいんですかそれで。いやでも未経験未経験だから。いやそう、まあそうですね、はい、だからキングがちゃんとトリッチでなんか俺らをひいきしてくれたらいいんですよね。とりあえずそんな最初ユースさん取って絶対俺余るから、絶対余るから、余る自信。いや余んないと思う。いや意外と絶対余んない。俺多分どれも絶対、俺がサッカーなだったらなんかキーパーにそんだけモチベーション感じてたらまずキーパーいてほしいと思うもん。あと前回大会で結構もうハルさんのキーパーの凄さも出してますからね。この前洗濯機でキーパーグローブ洗ったから洗ったからちゃんとノイヤーモデルそうちゃんとちょっと汗臭かったから洗っといたあの次に向けてちゃんと面白いな。ちゃんとやっといた。だからスパイクとあといやロンティースパイク買うなよ。スパイクいやフットなフットサイズシューズわかんないです。この間と同じじゃないですか。いやこの間レンタルしてなかった。あレンタルできるの同じ場所だから。でも今回僕本当実家一回帰ったんで持ってきてるんです。フットサルシューズも自分の。あれ一つだけ聞きたかった。キングなんかロンティー着てたじゃん、はい、あれどこに売ってんの。どこに売ってんの。ロンティー。いやあのキーパー今ねあの世界ナンバーワンキーパーって言われたらやっぱ、はい、今ノイヤーなんですよ。ドイツ、ね、ドイツの。あそうなのね、はい、でそれのユニフォームいやめっちゃ欲しいなと。やっぱキーパーだったらロンティーじゃないですか。半袖じゃないです。うん、痛いしだロンティ買おうと思って、うん、普通に売ってるカモとか売ってない。いやノイヤーのロンティ売ってない。マジで。じゃあネットっすね。ネット。いやネットも売ってない。何そんな人気ってこと。いやもう人気なんですよ。でもどこにもあの水色のユニフォームと黄緑のユニフォームあるんですけどどっちも売ってなくて、お前みたいな考えのやつがいっぱいいるってこと。バカばっかなんですよマジで。ノイヤーに影響されて俺もノイヤーに影響されてプレデターっていうもキーパーグローブ買ったし、でもロンティ買おうと思ったらどこにも売ってなくて、いやどうしようと思って。とりあえずロンティー買いたいんですよ。でもあとソックスとシューズだとりあえず形から入りたいんで。あもう髪留めは買ったんで前回。いやいいです、ね、前髪風が。ちなみに今日はあの夏の回ですか。あ今日フットサル芸人じゃん。3人ってなんかさご久しぶりになんか今日は3人でいいんじゃないですか。久しぶりで、うんね、確かに3人ではちょっとねまあなんか面白い感じに勝手にコメントもなんか俺切れたら壊そうとかなんかよくわかんないようになってるけどね。そうから入るそう切れたら前髪がちょっとピッて上がります。ああそうなんです、ね、すぐ分かるから、ね、すぐ分かる。今日今全然怒ってないからご機嫌です。ああ、ご機嫌の角度です。一番いい角度。覚えててくださいねこれ。この角度が一番いい角度。ゆうさんはピッて上がったらもうちょっとヤバいなって思ってください。もう前半もう終わっちゃったね。残り30分ちゃんと夏の話ちゃんと夏の話しましょう。もう夏の話で CM どうぞ。ポストっていうのは日々の進化が大事だ。お前そろそろさ寝たきりじゃねえか。特訓させてください。特訓だ。どんな能力が身につくのだろうか。
あ、どうも。あ、どうも。あ、いや、どうも。めっちゃ休憩時間だと思った。ちょっとそろそろ夏のあれいきますか。夏トーク。なんか、あ、夏画像ありますか。あ、すごい。夏、ある程度夏、ちょっと、まあ去年の夏なんだけどね。まあちょいちょい写真。なんか、あれなんですよ、僕やっぱ初めての夏なんで、どんな夏になるのかをちょっとすごい伝えてほしいと言いますか。ワクワクしたいですよね。あ、俺らどこ行った去年。どこ行ったっけ。サマーランド、白浜、あと由比ヶ浜。由比ヶ浜か。いやでも、あれどっちでしたっけ、何が旅館がマジクソボロかったとこ。白浜でしたっけ。あ、泊まりに行ったんすか。あの蹴りのやつやったところ。あ、ハチさんが蹴られ、そうっす。あのエアコン金取られる。ああ、白浜エアコン1時間100円で違うことで、エアコンにこうやってついてて100円入れるとこで、夜寝て、え、寝たら寝てないと、寝て、エアコン止まんの1時間で、え、熱くて起きて、いや誰か100円入れてって100円入れて1時間ごとに起きるの、熱すぎて。え、それ貯めて入れないですか。200円入れない、1時間に1回入れないといけない。やばいよな、あれやばい、やばいっすね。そのシステム考えた方がいいじゃん。いやいや、そういうなんかお客様のことを考えるとかそういうんじゃないんだよね。なんかもう1時間100円取りますよ。そうそう、なんかもうやれぐかシステマチックなんですね。もうこれこういうシステムですよ。夏、白浜近く泊まるとこあんまないから、もう殿様営業なわけよ。お前らそれぐらいやれよみたいな感覚。こっちこっちとらもう準備してんだから貸し立ってんだよみたいな感覚だから、もうすいませんみたいな感じ。いや、言うかったんだよね。白浜ってどこなんですか。何県。静岡っすよね。静岡。でもめちゃくちゃ綺麗ですよね。うん、だからね、静岡のホテルがあるのね。すごい海にめっちゃ近くにあるんだけど、そこはもう夏の前になるともう予約もう2ヶ月前とかになっても、だから来年の夏も確かもうお盆の時期は埋まってるぐらい、そこのホテルはもう人気なわけよ。伊豆急下田ホテルかな。そう、そこが一番いいんだけどね、本当は。いいな、行きたい。いや、行きたいですね。白浜は行こうよ、だから。いや、行きたいです。行きましょう、行きましょう。次はマジエアコン金取られないとこ行きましょう。いや、それもまたなんかいいじゃないですか。いやいや、夏のねって思う感じで、マジで海で騒いでクタクタで、さあもうそれ入って寝よっか。1時間に1回起きんだよ、暑すぎて。きついから、きついから、マジで。確かに、毎回もうエアコンの上に100円みんなで置いといてあるだけ、うん、で起きたやつが入れるみたいな。マジしんどいから、あれ。しかも本当7畳ぐらいのとこにね、4人とか。いや、そうだね、みたいな。そう、俺いつまでそれやんのと思ったのか。ちょっと、いやでもあれはあれでいいっすよ。まあいいんだけど、全然楽しいんだよね。全然楽しいんだけど。楽しいっすけど、うん、なんかどんなんすか、都会の海の家、海あるじゃないですか、うん、やっぱ海の家ってあるじゃないですか、うん、やっぱいい感じなんですか。なんかイメージ的には江ノ島とかは。行ったことないの。ないですね。江ノ島とか地元の海しかないんで。なんかね、昔はなんかその音楽とかも OK だったし、はい、なんかすごいラフな感じで江ノ島とかめっちゃ盛り上がったんだけど、最近なんか音楽かけられなくなってからはダメだったっすね。そう、ダメなんすか。なんかもうしらけてんだよ、結構海が。でもなんか昔は江ノ島に超ギャルとかいたし、みんな江ノ島行ってたんだけど、ですよね、ギャルイコールみたいな無理になって、由比ヶ浜に今のなんかメインが変わってて、うん、俺も今最近の事情は昔ほど分かんないけど、多分由比ヶ浜がメインみたいな感じで。由比ヶ浜も音楽ダメだったっけ。いや、ダメだったっすね。マジですか。看板に書いてあって。そう、でもなんか多分そこの ABEX のなんか海の家はちょっとなんか盛り上がってるみたいな。あー、ABEX のがあるんですか。あったっすね。そこはなんか結構綺麗だし盛り上がってていいと思う。やっぱなんかビーチって言ったら、まあそのバーベキューとかもあるんですけど、やっぱ音楽が僕の中では必須なんですよね。いや本当に海でなんか全く無音にしてるわけじゃんね、うん、何が楽しいねって。いや、そうですよね、間違いない。感じのビーチで音楽聴いてね、あったらもうそれだけでもう幸せになりますよね。日差し気持ちよくて、うん、僕去年の夏、その地元の彦島っていうところなんですけど、下関に、うん、でまあそこそこ海綺麗で、まあバーって砂浜あるんですけど、うん、そこにたまたままあ前働いてたあの地元のバーのメンバーとこうバーベキューしてたんですよ、うん、で僕はめっちゃ音楽好きで、まあ、ちょっとしたスピーカーを持って行ってて、まあ、いつもの流してたんですけど、うん、そしたらパッて見たら海、そのビーチにもうこんなガチな大きいそのスピーカーを2台バンバン持ってきて、はいはいはい、特設で勝手にですよ、別にイベントじゃないのに、うん、DJ ブース作ってやってるメンバーがいて、北九州から来てて、うんうん、
でめちゃめちゃいい音流してて、ね、すっごい仲良くなって一緒にもうずっとなんか暗くなるまで踊ってたっていうのがあって、やっぱそういうのがやりだね、そういうの欲しいわ。白浜にいるんでそういうやつ、なんか DJ ブース持ってきて、うん、なんかコードなんか電圧みたいなの持ってきて電気流せるしてやってるやつとかも白浜に行って、だからそういうやつがいると結構そういうやつの近くに陣地取って、まあ、自分たちはその音楽を勝手にもらって楽しむ。ああ、そうはやってたり、いや、やっぱ音楽っすね。まあ、やる側やってみたいけど、なんか機材壊れそうで、いや、間違いない、確かに海辺だし、さすがにガチ勢すぎて、そこまで行くと。でもやっぱり音楽はね、音楽大事っすね。必要ですよね。なんか写真ありますか？なんか夏の写真をパンパンと、なんかまあ、なんか載せたことあるかなと思うけど。あー、いや、やってたわー。やってたね、夏になると、ね、この状態のまま出勤したりしてたからね、俺は。いや、そうっすね、夏はこれ何みたいな、次行ってくださいこれね、真夏に、まあ、プールとか行って、バブルガムですね、カラーが。バブルガムカラーですね。あります、ちなみに今年の。ああ。これ、はるくんいますけど、これ、白浜っすか。白浜っすね、はい、楽しそうやな。これはもう何ですか、どしたこれ。去年の夏、神になった時の。ああ、うん、去年になってましたもんね、神。去年の夏、神になった時の写真です。今年の夏もなるんですか、神に。今年の夏も神になります。ゴッド様、はいはい、ブッダ様、やっぱ夏になると神様になれる。なるほど、なるほど。いやー、いいですね。いや、俺この時おでこ怪我したんですよ。あ、本当だ。めっちゃ赤くなった。絆創膏あって、いや、これバーン飛び来てて、シャーっつってバーン飛び込んだらめちゃくちゃ浅くて、あの浅瀬にバーン頭打って頭血だらけで、頭打つかつ、もうバーンって、いや飛び込んだろー、バーンって言ったらめちゃくちゃ浅くてダーン打ちつけて、もう血だらけだった。サマーボーイですね。いや、もう楽しかった、これはこれで。いや、もう楽しそう。あ、もう、あ、いいな。あー、これアロハイベントだ。イベントですか、これ。そう、これアロハシャツイベントって。いやアロハシャツ高かったな。1回しか着てない1回しか着てない。7000円したっす、ザラで。これ高かった。もうめっちゃいいっすね。高かった。めっちゃいいよ。めっちゃいい。あれあれあれ、ノイヤーノイヤーか、これ。あれこれあれ、もうボール寸前じゃない、この顔は。ちょっとこれ顔、表情が。これ集中力半端ない。半端ないよ。集中力パない。ほら、ほら、やめろ。いや、やめろ。やっぱりすごいですね。今多分視聴者の方も、あ、ハル君ってノイヤーなんだ。完全ノイヤーだ。ドイツ代表ね。誰がカールおじさんや。やめろお前。アロハシャツの時カールおじさんや。カールおじ。今年なんかあるんですか、夏の。ヘアっていうかテーマっていうか、なんか気になりませんか。いやね、俺ね、あの、まあ多分去年もその前もピンクやったりブルーやったりとかしてたけど、ちょっともうやめようかなと思って。あれ、いや、色はもうちょっとね、俺の中でこの色にも落ち着いて、なんかいろんな色やったけど、なんか最終一番いい色何、自分の中でしっくりきてる色何って言ったらこれなのね。これ、まあ、シルバーって一番ホワイトというか、まあなんかそうだね、なんか一番イメージはあります、ね、一番イメージはあるじゃんね、はい、だからなんかもう変えんのやめようか。ネイルもそうなんだけど、黄色やったら赤やったりとか色やってたけど、ゴールドに落ち着いて、なんかもうこっからも変えたくないなみたいな、やっぱなんかね、あるのかな、そういうのが。なるほどなるほど。たどり着いちゃったんすか。嫌だと思う。なんか意外ともういきなりピンクとかもうちょっときついな。きつくないけど、ちょっと大人になったから出てこいや、違う、そういうわけじゃないんだよ。そういうわけじゃなく、絶対夏やるっすよ。いや、嘘、やるから。絶対やると思いますよ。なんだかんだ、なんだかんだ絶対原色系やるっす。俺、これは言い切れるっす。ユッサは絶対やる。やりたくなっちゃうと思いますよ。ただ、フェスとか、好きなこといっぱいありますよ。いや、そうだよ。俺じゃいいですか？いいですか？いや、でも、夏始まったじゃん。好きなことありすぎて、辛い、もうすでに。辛い？なんかもう、今から、どうしたらいいのって。もう辛い。病んでる？なんか、夏に2ヶ月で終わるみたいなさ。いや、そうですね。終わりが見えちゃって、もうなんかそう、辛い。なんか夏の前が一番俺の中でこうテンション高いんだけど、夏実際始まると辛いんだよ。あー、ウルトラも夏でしたっけ。ウルトラありますね。9月じゃなかった、あれは。あれ9月。そうそう、9月ぐらい。いやマジで行ってみたい。ウルトラはちょっと8月のナンバー5までとかを、おほー、頑張れる。それは連れて行こうかなみたいな。 VIP ね、 VIP とか。いや、行きたい、ウルトラ。マジで行きたいです。席取ってね。いや、それもなんかもうちゃんと服装とかもなんかマジでそうやりたいですね、ちゃんと。もうセンス東京出せみたいな。いや、行きたい、ウルトラ。ウルトラで本当に行きたい、本当に行きたい。いや、あれはちょっと夢っすね、ウルトラは。だよね、ウルトラ本当面白いよ。僕アイハンも行ったことないですよ。なんか最近ショーテックとか来てるじゃないですか。お前何クラブ好きなの、そもそも。え、好きですよ。
え好きですよ。なんか行ったら行ったらめっちゃ楽しみじゃんね。いやそうそうなんですよ。だから好きなんですよ僕。でもちょっといやサイケとかって怖い人多いじゃないですか。うん、いや、いいんですよ、自分の世界入れば。全く怖くないけどね、怖い人は多いけど、確かに。で、喧嘩もするときもある、してるときもあるけど、俺ら売られないもん、絶対。絶対そうですね。いや、あ、百発百中売られる顔じゃないですか。いや、売られない。売られないです、売られないです、絶対。絶対売られない。行きましょうじゃん。なんか、そういう雰囲気持ってれば大丈夫です。うん、その、売られない雰囲気持ってれば。売られても、もう俺の周り結構固まってるから大丈夫です。もう、手下みたいな役に入るから大丈夫。なんか、こんな人が。お疲れっすみたいな。お疲れみたいな。そうっすよね。え、友達なのみたいな。確かに。確かに。なんかもう毎年、なんか最近のイベントに行って最前線で踊ってたら、もうみんな友達になった。なぜか。なんか、そう。挨拶がもうお疲れですもんね。そう。すごい、だから、やりやすい。いや、でもウルトラマジ行きたいっすね。ウルトラはなんか、まあ、まあ、学園祭みたいな。学園祭じゃないか。同窓会っていうかなんか。まあ、面白い。お祭りだよね、俺からしたら。なんか、音楽もいいし、なんか雰囲気がとにかくいいよね、やっぱりなんか、なんか別世界に来てるみたいな感覚。あれは祭りっすよ、ほんとに、うん、いや、行きたいなぁ。いや、9月っすか。え9月っすか。ウルトラタウン9月だっけな、多分、確かね。そうですね。いやー、行きてぇ夏とウルトラ最高だな。最高ですよ。え、そうっすよね、もう7月っすもんね。そうです、夏っすよね。まず、まず一発目のもう由比ガ浜あたりをもうちょっと行きたいよね。いや、行きたいです、行きたいです。いや、もうそろ、え、海開きってもうしてるんすか。してるらしい。してる、だからもう俺は行きたくてしょうがないの。いやいや、いや、今年は俺ちゃんと水着買おうと思って。去年は由比さんにいただいた水着なんですよ、ずっと。あ、今年はね、なんか今年はなんかちゃんと買おうかなって。だから毎回同じじゃなくて、その由比さんにもらった水着となんか違うとこ行くときはまた別の。毎回変えたいっすね。女子のビキニみたいな。おしゃれ、おしゃれですね。変えたいっす。でもね、水着もやっぱね、なんか5パターンぐらいは持っときたいよ。そうですね、うん、欲しい、欲しくなるわ。もうセンス東京に来て初めての夏、目立ちたいわ。そうだもんね、やっぱ。そうだね。いや、思いますね。でもセンス入って一番楽しかったの夏だもんな、俺。やっぱそうなんすか。いや、マジでこれはもう桁違いに楽しかった。桁違いに。いや、まあまあでも気になるわ、もうほんと早く。でもね、夏の写真見合わせ、ほんと超楽しそうだね、やってること。いや、酒一番うまいなと思ったら俺海だもん。いや、でもそれはほんとそうっすよね。そうか、僕もお酒やっぱ好きなんで普通に海辺で飲む、潰れるじゃん。俺そんな強くないから、まあみんなでなんかイエーイシャンパン開けて野郎で飲んで、おしろ、あの砂浜で潰れたんだけど気持ちいい。まあ気持ちいい。いや、砂浜で潰れるのまあ気持ちいい。海って浴びれるんですよね、お酒を。いや、そうそうそう、それがマジで気持ちいいです。なになに、結構抜けやすいってこと、お酒が。そういうわけではないんですよ。いや、でも全然、だって俺ベロベロで砂浜でバナナ、飲んだ後にバナナボート乗って、そのバナナボート待ち時間に潰れてたんですよ、砂浜で。その後のバナナボート、まあ気持ちかった。あまあ気持ちかった。あ、ハチ呼ぶやかったな、今日の。いや、そうっすね。あ、そうっすね。じゃあ俺ハチ呼ぼうと思ってたんだ、ザ・ナスオ。そうだ。え、でもあの野郎で乗るバナナボート全然違いますね。俺沖縄の修学旅行で一回乗ったんですけど、うん、あ、落ちないでくださいねって言って、もうめっちゃもうこんな普通に安全運転ドライブ、ドライブ、海のドライブ、そうなーって思って。で、まあ、あの白浜、白浜でしたっけ、乗った白浜、白浜でバナナボート乗って、いや、どうせつまんねえだろうーって、ブーバーって、もう足がちょっと水にかかっただけで、もう全部足ごと持ってかれてバーって行って、気づいたら 20m 先ぐらいにあるのバナナボート。やばかったっすよ。毎回落ちんだもんね、こいつ。いやいやいや、左後ろ。あ、体重移動っすからね。いや、もう体重移動でやるじゃん、はい、やるの、はい、足ちょっと巻き込まれるじゃん。そしたらもう気づいたらもう 20m 先バナナボートあんの。やばい。え、ハルさん泳げるんすか、ちなみに。いや、俺は泳げる。あ、泳げる。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 まあ、ライフ、あの、なんかジャケットもつけるし、あれなんだけど、気づいたら、20m 先の。えっつって。いや、ほんとに、この、くるぶし浸かるぐらい。しか足使ってないの、海に持ってかれるんです。いや、でも俺もそれでなんか何回も落ちるから、いや、お前らだけ毎回落ちんなよみたいな。どんだけ下手なんだよ、もっと楽しみたいのに。そうそうそう。こっちは乗ってんの、お前らが落ちたら一回止めてまた迎えに行かなきゃいけないでしょって。俺は前に乗りながらいつも言ってたので、なんかほんと下手なので変わるわって言って、こうやって変わってブヤーッって言って、うん、足ちょっとかかっとるバーッて。裏やばいっすよね。いや、だから俺も最初後ろの方が難しい。裏のがやばい。最初俺も前乗ってたで、いや、ゼロとかがバーン持ってかれて、おい、筋肉見せかけがーって、お前一緒に言ってたんだ。お前の筋肉は見せかけがーって言って、
えぇーっつってめっちゃ言ってたずっと言ってたんだよね。で俺らで一緒に言ったんやで言ったらパーン持ってかれてゼロごめんなさいっつって、無理でしたっつってもうバカにしたけど、いやもう無理でした、あこういうことだったのねって、いやもう裏いた理解できましたね。すげえスピード進んでて水の中はさすごいスピードになってたんだけど、そこに行った瞬間もうここ持ってかれるの、もう持ってるとかじゃないんだよ。いやもう無理っすよね、持ってるとかじゃないんだよ、耐えるとかじゃない、もうあれ無理無理、俺も味わいたいっす。いや多分ボブスロップもあれは耐えられない、そんな基本的にそれぐらいやばい、もう本当に。でもあれが楽しい、見せかけかー言うてね、面白かったね、ずっと言ってた、こいつめっちゃ言ってた、それ思い出した、めっちゃ俺も言ってたし、これもずっと言ってた、負けたやつ飯おごりなみたいな、落ちたやつ落ちたやつ飯おごりな、おい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 、お前つけてんのかお前その筋肉、見せかけかー言うてずっとディスってた、ずっとディスってた。いやでもあれ裏はやばい、懐かしい、懐かしい、フラッシュバックしたわ今。いいですね、いいですね、感じましたよ、いや感じました、感じました、今もすごい、もう今言いました、僕もそこに見せかけか、言いたいです、いやいや言いたいです、いやいやいや、ゼロもなんかもうずっと今でも夏の楽しかったことをずっと話したけど、なんかあいつが病んでる時はなんか、いや夏は楽しすぎてモチベーション高いし、はい、頑張れたんですけどみたいな。夏中心なんですね、夏中心、いやそのあの思い出が楽しすぎて。僕もでもすごい言ってくれましたもんね、ゼロさんは夏はもう海行こう絶対っつってすごい楽しみにして、めっちゃ言ってたよね。いやでも運転でもうその車中もゆうさんが CD 持ってきてくれんだよ。ほう、なんか、ゆうさんがめっちゃ大丈夫っすか、いやこれ持ってきたなー言うて、で、なんか E1、E2、E3 とか番号振ってあんの、ゆうさんの持ってくる CD と E4 やたらしょぼい、とりあえず E4 行くみたいな、 E4? E の4、E の4かけんので、最初めっちゃ静かなの、いやこっから行くから、こっから行くから言って全然フラット。え、なんか再起ですかそれ。いや、なんかあの友達がなんか CD をいっぱいなんか渡してきてくれて、なんかいいからドラフィオみたいな、なんか一番最初にかけたやつがめちゃくちゃ良かったの。そうそうそう、俺んちからスタートの1、そうスタートめっちゃ良かった、1時間くらい、そうゆうて号泣してます。いやもう俺助手席でボン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 めっちゃ良かった、めちゃくちゃ良くて、めちゃめちゃ良くて、ハッサンも運転でめっちゃ良くて、おいいねみたいな、そう、それ終わって帰ろうかつって、いいよ行こうかつって、いいよ入れたらもうずーっともう、いやまだまだ絶対来るから、来るから言って、この後いいの来るからってずーっと聞いて、いやこれもうないっすよ、クソつまらん、いいよ。え、なんなんすかそのジャンルは、なんだっけ、なんかハブミュージックみたいな、いろ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 入って、いろんなジャンルが入ってて、でこういろいろこう変えてて、なんかもうそいつが毎回突っ込むの、もう面白すぎてそれが、いやもう、いやゆうさんまだっすか、変えませんって、いや今から来っから、今から来っから絶対来ない、E の4、クソ E の4だけは今年は持ってこないでください、今年は E の4だけは持ってこないで、あれだけはもう高速で全然乗ってこない、もうハチさんもうつまんなすぎて80キロぐらい走ってた、高速100キロ出せない、100キロ出せない、あれつまんなすぎて、辛い辛い、いやもう E の4は勘弁してください、今年はちゃんと見てから行くから、今年ちゃんと聞いてから持ってきてください、音楽大事ですからね、もう大事です大事です、確かに E4 がスタートだったらまだいけたんだね、最初良すぎたんだね、最初良すぎて E4 クソマジでマジでもう80キロぐらい、じゃあ E って何なんですか、いやわかんないね、いやそのまさかまあ E4 っつったっけ、お前がずっと言ってたよね、なんか E4 みたいな、もうなぜか E から始まるじゃん、全部 E の10ぐらいまでやるの、別に E 以外ないのに全部 E 全部 E からスタート、何の E なんだ、 E 大事だよな、笑いすぎたやばい、もう疲れた、もう今年はもういい以外にしてくれてね、ちゃんとそうしようね、もういや面白すぎて、もういや、E4 かけたいっすもん、ニコ生で聞かせてあげたい、ダメでしょ、それ聞かせてあげたい、もうマジそれはダメでしょ、あれはやばかった、そう、大事、音楽やっぱ大事、いや、音楽大事っすよ、大事だからね、もう本当に、いやもう音楽もね、今年は楽しそうや、もう楽しみな、楽しみになっちゃった、ちょっとセミが生まれ、楽しみ生まれてきたわ、今セミがもう一回言いますよ、やっと出れた、俺たちはセミだやっと出れたよ、やっともう、そうね、ほんとに今年はもう CD の選曲もね、楽しみの一つ、そうですね、いやもう春の1個をなんか選曲してきてよ、
アイドルとか持ってくんだろうな、多分。いや僕ちょっとでも持ってきたいのあるんですよね。ほんとに？いや、BGM やっぱ一人一枚みたいなやつ持ってきます。なんかおすすめの。ああ、全然やります、やります。やるよ、お前。全然いや、俺イオン聞いてるんで、もう最低ラインが低すぎてイオン聞いてるから、あそこ超えりゃいいんでしょ。イオンには勝てると。いや、イオンには、まあ大抵勝てる。大概勝てる、イオンには。大概勝てる、こんなひどいんだよ。いや、イオン気になるわ、マジで。クラブの、クラブとかで、なんか一回休みのあるじゃん、めっちゃ上げた後に休むじゃん、あれずっとずっとマジで耐えるよ、それ。いや、多分もうちょい来るから、もうちょい来るからって。いや、来るから、これから。ちょっともうちょい待とう、選手交代待とうって言って、早いよっつって30分待って、もう来ないから、もうすいませんよ、さーっつって。そうそうそう、チェンジされて終わらない、マラソンタイプのやつね。そう、マジで、あのカフェでかかってるような曲ずっと流れてる、いいよ、もう。本当に。あ、疲れた。あれはもうやめましょう、いいよは。ね、夏だからね、夏の思い出が、なんか作ってすぐその週のニコ生で放送したりするんで、ね、ムービーとか撮ったりしてね。そうですね、うん、やりましょうよ、なんか、紹介しますよ。いや、しょぼくんの楽しさを伝えましょう。そう、ノーミュージック、ノーライフ、タワレコ。そう、正解、そういうこと、夏は。ほら、ラストいっていいですか、じゃあ。はい、多分。あ、タイミングでね、CM ね。とりあえずじゃあ、ラストまだ残ってますんで、まだ見といてくださいね、CM どうぞ。自分のことばかり考えてた俺が、今お前のことばかり考えてるんだ。運命の人と出会うならイオンインク。やっぱやべえな、イオンインク。イオンインク。Thank you.
って言えよ。おお、いいですね、いいですよ。四六時中好き言いますよ。言いますよ。言いますよ、そりゃ。いいですね、この背景。ああ、いいね、なんかめっちゃいいですね。夕暮れてる、夕暮れてる、さっきより。なんかやっぱ喋ってる最中もなんか背景あった方がいいかもしれないね、なんか。そうですね、もうそろそろ、はい、あのオープンのグランドオープン、あの新店移ってから、ね、あの背景あれしてたんですけど。新店だったけどね。あ、そっかそっか。夏は、そう、そう、夏は夏で行きますね。なんか、めっちゃいいっすよ。なんか分かった、多分テンションめっちゃ楽しくなっちゃった。あれも、あの効果もあったかなと思ってるの、今すげー楽しくなっちゃった、今回。そうそうそう、なんか楽しかったね、すごい。まあ、そんなことなんで、今週ははい、まあ、夏とノイヤーの回でしたけども、はい、楽しかったですね。ノイヤー入るんだ。あの、来週はもう決まってますよ。お、夏といえば、はい、ホラーですね。ホラー、ホラーです。まあそのぐらいにしときましょうか。いやいやいや、さあというわけでお願いします。怖いのだね、締めてください。コーナーの回お楽しみに。また来週のサイエンスを見てください。バイバイ、バイバイ。ぶっ倒る感覚に投げかけるすべもなく黙り込んだことにすがる。何回目の錯覚だ、笑っていたろう先まで伝い込む画面を眺め、ガラクタに紛れ込み死んでしまった純情、ましてや無情なほど溺れているんだよ。息もせずに壊れてゆくこの街で僕らは無力だ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。